も相方も熊本の出身じゃない、はい、最初の1年ぐらいはネタ作りは熊本弁でやってたの。だから本番舞台の上だけ漫才やる時だけ標準語でやってたよ。だからネタ作りはだけど、お前がギャンボケチかった、俺はギャンツッコむとよかろうか、いや待ってそギャンじゃよにゃちゃにゃかねーって言ったら、はいどうもこんにちは赤井大水魚ですってやってたの。やってたんだけど、でもほら今俺が言った熊本弁ほぼ分かんないでしょ、何にも分からない。でこれでフリートークやってくれって言われたら出てこないの、熊本弁でしか喋ってない。フリートークできなくなって、あこれやばいわって言うんで、照れくさいけど明日からも標準語にしようって言って、普段からで標準語に変えたの。じゃあ今はもう2人の会話ももう標準語ですか。そうだから十数年前熊本に帰って俺は飲み屋いたら、相方がその店に偶然友達と来たのよ、うんうん、で10人ぐらいで合流して、だから俺は熊本の人間とは熊本弁で喋るわけ、うん、でも有田とは標準語みたいな、だからみんなは「な何なんか気持ち悪いんだけど」みたいな。でも俺はもう有田と熊本弁で喋るのが気持ち悪いのよ、有田も。そうかモード。